Um, it might be your first time seeing some familiar faces in a while. I'm sure it's very nice for everyone. 是非ですね,今日,あの、and so, um, after the service, please do enjoy fellowshipping with one another. Um, そうですね, so, with that, we'll just go straight into the message today. えー、今日で、えっと、イエスのに姿になるイエスのようになるシリーズの最後のメッセージになります。この私たちに与えられている5つの人生の目的の一つとして、えー、それはイエス様のに姿に変えられるというものがあります。これにについててて、まあ、数週間にわたたって話ししきましたけども これって何か聞いたからすぐこう実行できるとかそしてまあすぐ変わるものでもないと思います that, you know, like, okay,。分かっていてもできないっていうこともあるだろうし。It, で,でもある日突然神様に語られて触れられて、ね、作り変えられるそういうこともあります。 イエス様の荷姿に変えられるというのは、本当に人生を通して神様が働いてくださるプロセスなんです。Like、だからこのもうイエス様の荷姿に変えられていくというこの人生の道のりというのは、1 0 0ーダッシュでは絶対ないんですよ。 ある意味この、まあ、英語だとよく、この、long winding road ね長く曲がりくねった道というふうに言いますけども。We have this saying, you know, we say, long-winding r o a d、ね、あのビートル s の歌にもありますよ。It's also a Beatles song. でも、この人生でね、この長く曲がりくねった道っていうと、なかなか。 こう先が見えない先が見えないし終わりが見えてこない。Road, like、でも私の,このイエス様の似姿に変えられていく道には終わりがちゃんとあります。Like、Jesus, で他のメッセージは終点というふうにも表現しました。Like、でこの道にはちゃんと 突き当たりがあるんですなんかこうぐーって回って、一周回っちゃって、どこまでも終わんないみたいな道じゃないです。この最後の終わりが神様がちゃんと用意している、これに本当に私は希望を持つことができます。私、この教会としても同じことが言えると思います。 特に今のこのヒズコールチャーチのシーズンは今までとはまた違ったシーズンだと思います。Right、今年はこの、えー、と本のね人生を,、えー、を導く5つの目的の本を通してこの弟子作りということを本当に弟子の、ね、聖書的土台を固めるということで、ね、この教会で取り組んでいます。 This year, as a church, we've been going through the purpose driven life, really seeking to um, have a foundation in discipleship. And often, this um, season of like uh, making the foundation feels like nothing is really happening. It sometimes feels like we're just doing the same thing over and over. でもこの道は必ずイエス様というその道にそのゴールにその終点にたどり着くことができる道だということをもう一度励ましたいです。何か、えー、さっきも言いましたこれは 100m ダッシュ走ではないんです。This is not a sprint. 100m ダッシュを何本も走って、あ,あれでもあのレースで1位になった、でこのレースでは2位だった、あそこでこういう達成した、こういうなんかゴールを達成したで、それを何回も何回もゴールを積み重ねていくレースではないんです。これはく 曲ががががりりくくたた道ででそその最後ににイエス様様待っていていこにたどり着くこど着とができることを神様が保証していいるそういう道なんかし、このイエス様の見姿に変えられる道について、パウロはヘブル人の手紙の中でこのように書いています。 And this is how Paul wrote about this in the book of Hebrews. English speakers, please follow along on your sheet.、えーお,えー、お読みしたいと思います。えー、ヘブル人の手紙十二章の一、えー、節二節ですね、えー。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いてるのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。 信仰の創始者であり、感染者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の座の右に着座されたのです。ひ一言お祈りいたします。手の父様、今日この日曜日、感謝します。今日あなたの御言葉に感謝します。Thank you for your word. あなたが私の目の前に置かれたこの道を感謝します。この道を共に歩いてくださる方であること、感謝します。あなたはその道の先で、この突き当たりで私のことを待ってくださっている方であること、感謝します。今日この道を歩くことが辛く感じる人にしようとあなたが力と慰めを与えてください。 For those today who are feeling um, that this path is painful, Lord, would you give them your encouragement and comfort today? In the times when we want to give up, I ask for your love and your power to come again in our lives. More than anything, would you support us so that no matter what happens, we can simply walk this path with you. Would you speak to us through your word today? In the name of Jesus, I pray. アーメン。Amen. アーメン。This is a very famous verse in Hebrews. This is a very famous verse in Hebrews.

Likens this to a race, but this doesn't mean that we are in competition with other people in this race. This is not the Christian life where we all try to battle it out to who looks the most like Jesus at the end. This isn't something that we should be competing with each other about.

イエス様はその後どんな話をしたでしょうか、ね、え偉くなりたいと思うものは皆に使えなさいというふうにイエス様は教えました。じゃあ私、偉くなりたいんでめっちゃ使えますっていうのも違います。いやいやいうそういうことじゃないんだよって話やんって。<laughs> でまた、みことばに私が大好きなみことば、紙片の84ペンに、ここには書いてないんですけどもあ、あなたの大庭にいる一日は、よそにいる千日に勝りますという言葉がありますね。There's one of my favorite verses. It's not in the notes, but it's in Psalms, and it says, greater is one day in your courts than a thousand elsewhere。悪の天幕に住むよりは、私は神の家の門口に立ちたいのですと。 Better is it to be a gatekeeper in the house of my Lord than to, be, to live outside of it. 本当に天国において私門番であっても幸いであることができるのにその天国に行ってまでポジション争いや、ね、誰が一番神に近いかということを争ったエリートクリスチャンになることを目指していたら本当にナンセンスだと思います。You know, when we read verses like this, it's like we can see the point is not to try to become an elite Christian and get a Top position in heaven. でそしたら本当に救いがないしもう救いの意味がなくなってしまいます。じゃあこの競争という言葉どのようにどのような意味が含まれてるんでしょうえ、so、このギリシャ語でこの競争という言葉実は戦いとか勝とっていうニュアンスが実は強い言葉です。It's in actually that the battle has a nuance a word that in Greek has the nuance of Greek だからこれは何か他のクリスチャン一緒に走ってる人と競い合うレースという意味ではないです。So、これは自分の肉や自分の罪や、ね、サタンとのこの霊的な戦いのことを意味しているんです enemy, flesh, で。この戦いを戦い抜くという言葉ですね。 And so that is the race, the fight that we are in in this life. And even if you hear that description, it's like, okay, that sounds like a tough job. And many of us may reach points in our life where we're just tired of the spiritual battle, honestly. 何か自分はいいつつもも怒りに負けててしししままううんんだだととかか何依存自分のアイデンティティィの低さ、でもいつも何かかかどうう止ままってしまうんだと自分の肉自分の弱さ、この自分の罪で、 これはイエス様に姿じ,ゃない姿じゃないんだって分かっていても変えることができないものが人間誰しもあります。Change. これがあって何,度何回も悔い改めたし何回も変えようと思ったがイエス様に祈った、ね、誰かライフグループのメンバーやリーダーに告白して一緒に祈ってもらったけども変わらない。 might be something you've repented for, you've prayed for, you've had other people pray for you, and still you struggle with the same thing. And in those moments with those particular struggles, it's easy for us to feel like this race will never end. 終わらない戦いではないということをもう一度御言葉から励まされたい。確かに長い戦いかもしれない、長い道のりかもしれない、でもここには必ず終わりがあるし、イエス様があなたをその終わりに連れて行ってくれる、その保証があります。長いけど終わりがあるんです。There is an end. えー、ヘブル書の手紙にまたこのようにも書いてあります、um, in しかしあなた方が近づいているのは、ね、この道に走っていくときにそこに近づいていくそのゴールにあるのはシオンの山生ける神の都である天上のエルサイレム無数の御使いたちの喜びの集い天に登録されている長子たちの教会すべての人の裁き主である神完全なモードされた義人たちの霊

シオンの山とは神様の臨在に満ち溢れた場所です。私は神様と天国で共に過ごすことが約束されています。神様と過ごすこの賛美と礼拝の中で生きるこの永遠が私のゴールで待っているものなんです。The, an eternity of worship and praise with God in his presence, that is what is promised to us. また完全なものとされた義人たちの例と書いてあります。それは私たちのその天国での姿のことです。イエス様によってその十字架の血によって完全なものとされるんです。これがゴールです This is our goal. で。これが私に与えられているこの 約束されている場所なんです約束の地です the, the そ,れはそれまでの道のりがどれほど何か人間やクリスチャンとしてとか自分の中で足りないと感じたとしてもそれは変わらないんです私が どれほど罪深かったとしても私がこの道を進む限りその完全なものとされた義人とそのゴールは変わらないんです。No、be, Jesus, 逆に言えば私たちはどれほど頑張って強く生きようとしてもどれほどこの努力して罪深い性質を直そうとしても If you turn it around the other way, you could say that no matter how much you try to be holy and good, there's no point. There's no point, maybe isn't the right way to say it, but without the cross of Jesus, we wouldn't be on this path anyways. His cross is the only thing that is keeping us there. なので私はこれを忘れちゃいけないこの道は長いけれども、イエス様がこの私を完成されるという完全なものとされるその約束があるということです。And so I just want us to remember that this path is long, but Jesus promises to perfect us and bring us to the end. まあこの終わりがあります。でもとはいえ曲がりくれた長い道です。But at the same time, it is a long winding road. ここで私は。どう歩くか、それはイエス様から目を離さずに。歩くことが必要なんです。ヘブル人の手紙のところに。先ほど読みました箇所の中に。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと書いてあります。as it said in the first verse in hebrews it says looking to jesus the founder and perfecter of our faith。 さっきも言ったように、これはイエス様の十字架なしで私は結局ゴールにはたどり着けないからです。Because without the cross, イエス様が私が信じる十字架を与えて捧げてくださったその創始者です信仰の創始者です。そしてイエス様がその信仰によって私を完全な He is also the perfecter of our faith. He makes us righteous and sanctifies us. In the letter of Jude, it says this Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy. ここは傷のないものという言葉がありますけども。It says, you are でそれは罪のれがれや、ね、何か至らないけ欠けた部分がないものということです。です。でそのようなこの清い、完全なものでない限り、神様の前にこう立つことができないんです、私は。 な神様は清い、完全なお方だから私はその欠けたままであったら見ることが見上げることができないんですその栄光の前に立つことができないのです holy, us, でも、イエス様がその十字架の父親によって、ね、義人という身分を与えてくださいました。 Jesus us the of righteous 神の前で清いというふうに神様が生まれ変わらせてくださったんです。So、だから私たちは今神様を見上げて、共に交わって礼拝をすることができます。So、それができるのはイエス様です。イエス様の十字架のがあるから私たちはそうできるんです。 だから私はイエス様を見ないといけない。And だから他のものを見てもしょうがないんです。And so、it お金を見続けていたら、この道で。お金持ちになるかもしれない。We might become rich. でも、完全な義人にはなりません。あなたの、ね、会社は、あなたをいい会社員にするかもしれない。 If you are focused on your company, maybe you'll become a great employee. But your company cannot make you righteous. Maybe your life group leader or your other members or your pastor will make you a good Christian. You'll become a great church member or even a good leader. でもその人たちはあなたを完全な義人にすることはできません。だからその人を見てこの道を行っても意味がない。どこにもたどり着かない。Things, あなたがもし神の見舞いに立つ完全な基人となりたいのであれば、いえ、そこを見るしかないんです。 イエス様しかそれを私たちをそのようにすることができる人はいないからです。Because 他のものを見れば見れば見るほどね迷うし疲れます。ただ、イエス様だけを見る。それがこの道の、イエス様へ続く道の歩き方なんです。ありがとうご アメン。この私たち、今言ったように、イエス様がこの道を、この私たちを完成されます。でも、最終的に完成されるなら、そっか、じゃあそれまではちょっと不完全なものとして我慢して生きるいけゃないなって思わないでください。please up like well if we all you're we end up in the same don't think in if In life, okay. ね、この御言葉にはすごい不思議な心理があります。ヘブル、えー、人の手紙10書に、えー、このように書いてあります。え、見心にしか従ってイエスキリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私は聖なるものとされています。 ななぜならキリストは聖なるものとされている人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからです。私はイエス様の十字架によって、ね、清いものとされました。イエス様はその十字架の捧げ物によって、 「永遠に完成された」と書いてある。「Jesus declared on the cross, He said that it is finished.」「されるじゃない。」「な、い、ヴィルビーフィッシュ」「されたんです。」「い、ヴィルビーフィッシュ」「かこけです。」「いつ past tense」ね。これはまた「Yes, さんは十時間の上で、ね、完了したとも書いてあります。」And that's what it means in Hebrews: it says it is perfected.Yohane の福音書の中で「Yes, さんは十時間にかけられたとき、Yes, は最後、レオ、 私になる前に完了したと言ったんです。Cross, 30, said, でよくまく、あ、クリスチャンで、ね、この謙遜な方は私はまだこの工事中ですから、イエス様がまだ私を完成されていませんので、我慢してください。おそいく、ね、おそらく、おそらく、お その働きを完成された、完了されたと書いているんです。神様、あなたのことをすでに完成されています。He has already finished you. え、終わってこれなのって思わないでくださいね。But でも逆にねあの、もう終わってるならじゃあ何もしなくていいかなみたいな、ぼーっとして待ってればいいかなって、そういうわけでもないです。 本当にこれ不思議な神様の死になのであの言葉で表現するのはすごく難しいと思います。説明するのは難しいですね。Very hard to explain in words. 私はイエス様のに姿に変えられていくこの競争を走っているのに 同時にすでに完成ももされていいいるというこの真理 Because ろんな例え話がありますけども今日はちょっと二人のの男性のお話を、えー、シェアしたい。と思います一人は えー、一人目の男性はおじいさんです。若い時はバブルもあって調子が良かったそうです。でもバブル後はなかなかうまくいかないことも多くてですね、引退してからはパチンコに通う日々が続いてました。 結婚はしていますが妻,妻はいじめることでしかコミュニケーションを通ることはできないです。

But he そして妻も、えー、クリスチャーになったので、で親戚の仏教の行事も、も行けないというふうに断らないといけなかった and,、um, so say,。妻の親戚だけども、でも夫として自分が出て行って、頭を下げて土下座して謝った。 It was his wife's family, her relatives that did all that, but as her husband, this man, went to them on her behalf, he bowed down to the ground and said, I'm sorry, we are not Buddhist anymore. His wife had been very um, Buddhist, so she had a lot of like, charms and idols in the house. She wasn't brave enough to throw them away when she became a Christian. But this man said, These things don't please God. I'm, I'm going to throw them away for you. And he did. The um, place he lived was Saitama. He went to a church that was about two hours away. 平日でも、教会で初めての洗礼層を作るために、何回も通って、もちろん日曜日もかかわらず礼拝に出てました pool.。この男性は救われてから約10年ほどで天に召されました。本当に人生の中の中 15%にも満たないようなその期間でしたけども彼は今天国でイエス様と幸せに過ごしていると思います。Him. そのような男性がいました。The story of one man. もう一人は若い男性が話です。 彼は逆に、もっと若い時14歳の時に神様に出会いました。まだ、えー、若かったので、あんまりよく分かってなかったけども、最初は。でも、少しずつ聖書を理解していくようになりました。そして、神様のことを、また、イエス様のことを知っていくようになりました。 そして、御言葉を読むうちに、イエス様のようになりたいというふうに願ったんです of,、like ね。この私が今やっているこのシーズンの教えと同じことを彼も受け取ったんです。でも同時に、イエス様のようになることがどれほど不可能かということを彼は実感したんです。 リ、like、エス様のようになりたいと思えば思うほど自分の罪深さを思い知らされます。リ、like、エス様と今の自分との間にあるこの溝が無限のように思えて絶望してしまったんです。 そして、えー、彼は21歳の時にわずか信仰生活7年,7年にしてそれを諦めてしまいました。彼はこんな不可能な稼ぎを貸した神を呪って生涯を送ることを誓ったと言います。 He God. まあすごい両極端な話だと思います very, very、ね。一人は人生の大半を罪深いものとして生きています。でも最後の,その10年の人生、短い期間だったけども。 でも、う一人の若い男性は、でこれからまだ若い人生、これからというのに、えー、自分の力ので自分のイエス様の距離を測ってしまってそれを諦めてしまいました。 どち,らがどちらの人がより聖書の真理を理解しているでしょうか、これは。1人はね自分の罪をあがなってくれたイエス様にただ感謝して自分の人生を捧げた人です。してもう1人は自分の力でイエス様のようになろうと。 努力したけども、諦めて、その人生を放棄した人です。The other was one who tried his best to become like Christ and realized the futility and gave up. 何かこのイエス様のようになる、この道の世の中で私が神様に与えられた人生の目的を生きていく中で、何か私は功績を上げていくことじゃないんですよ。As we Not about raising our, ourselves. 何か私たちがこの地上の中でこの積んだ善行によってで天国での報酬が変わるとかそういう話ではないんです。So、私たちがどんな人生を送ったとしても送ってきたとしても、イエス様の 十字架の贖いなしではどうやったって生きることはできない。だから私はただ贖ってくれたイエス様にこの人生をお捧げするただそれだけなんです。イエス様に人生を捧げた結果、イエス様に姿に変えられていきます。 And as a result, when we give everything to God, He will change us. I um, realized a great truth recently. It sounds a little bit grand when I say it like that, but. But really, my eyes were opened.

でこの聖書もね同じようなことを言った人がいます。でもね、自分のことをね、聖書に紹介するときに、イエスに一番愛された弟子、ヨハネって自分で言った。自分で書いた。じゃん、ん In his gospel, he always writes Of himself as the one Jesus loved. And you know, the first time you read it, you're like, this guy is a narcissist. Like, come on. But I actually realized recently, this might be a great truth. Very soon, probably, um, our second child is going to be born. でこの子が生まれて育ったときに、どうしよう、どっちかの方が好きになっちゃったらどうしようって。なんかこう、この子たちを競わせて、なんか点数つけてね、どっちの方が好きって決めるわけにはいかないでしょ、どうやったって。You know, いいいないと思 not a good、えー、でもどっちも同じくらい愛したいです。いや、どっちも一番に愛したい。どっちも o 番に愛したい。人間は、ね、そのように愛することが可能性できないかもしれない。人間はそのように愛することが可能性もできないかもしれない。Humans, でも神様にはできます。でも神様にはできます。神様はあなたの目を見て。あなたが。 私の「一番の息子娘だよっってて神様も言ってます一お気に入りなんだよ」って my favorite kid. でそれはなんか天国に行って完成されて,完,されて完全にされてやっと聞ける言葉ではないです。 And those aren't words that we're gonna hear from the Father when we get to heaven and we're like holy and perfect. It's easy for us to say, like, well, you know, that I have this part and this sin and this weakness, and so I I don't think God's saying that to me yet. このイエス様のに姿に変えられていく道のりでいろんなことが変わりますけども。でもこの道の中で進めば進むほど一つのことがあの変わります。 But as we go down this path, there is one thing that um, can really change. I believe that we will be able to hear this voice of the Father, this voice that says, I love you, you're my favorite. We'll be able to hear that more clearly, more loudly, day by day. どれだけ進んでも不完全かもしれない、自分の足りなさをもっと知るかもしれない、でも同時に、あなたはそれでも、神様があなたのことを一番に愛しているよというその声をもっとはっきり聞こえるようになります。 And that doesn't mean we're we're so far from him that we can't hear him yet. It when we can't hear him say that, it doesn't mean God isn't saying that to us. But from even before we knew him, before we were born, those are the words that God has been speaking over us. 進んでその突き当たりにたどり着いたとき、私は神様の目の前に立ちます。Road, 天のお父さんの前に、イエス様の前に立って、その目を見て、これをまた聞くことができるんです。であなたが私の一番の子だを一番愛してるよって。 おかえりなさい。待ってたよって。<Welcome home. S 2> 神様がそうあなたのことを待っています he he。今日これが私が歩いている道のりです、right で。本当に皆さんに今日この御言葉を聞く人が本当に励まされるように祈っています。 なは本当私が本当に、私は you know,、ね、本当に、私は本当によくかります、私は本当に、私は本当に、私は本当に、私は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 、私 e 私は、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 o は、私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 私は、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 私 この道の意味がわからなくなるその気持ちがよくわかります。Like、だから今日一緒に、えー、今日この礼拝の中で、ね、神様があなたにあなたが私の一番の子なんだよって、ね、そ,のいその語っている、ね、この愛の言葉を一緒に And so from this um, service today, I just want us all to receive again these words of God saying to us, You are my favorite. And so if you would stand where you are, let's open our hearts to God and just hear his voice of love this morning. ただ今、神様とあなたの前でこの道について神様に聞いてみてください。Um, you can spend some time just asking God about this path that you're on right now.Is there a spiritual battle or some sin that you've been fighting with for a long time? でその中で,で自分自身に失望することもあったかもしれない。何か誰かにそれを裁かれたと感じることがあるかもしれない。でも今日、神様があなたを見て、その罪のあるあなたを、今のあなたありのままを見て、 But let's um, just take a moment to listen to God's voice, the, what the words He's speaking to you as He looks at you right now, the way you are. 今日この長く曲がりきねった道歩いている中でね諦めそうになったりね迷ったり疲れたりした人がいるなら今日でもそれでも神様の声をもう一度聞きたいね神様の力に支えられてこの道を If you've taken your eyes off Jesus, but today you just want to look at him again, to come back to him and the promises he has, if that's you today, would you raise your hand with me? Thank you. Let me pray. 天の父様この道が時々長くて辛い時があります疲れる時があります先が見えなくなる時がありますでもイエス様今日 「この道をあなたが私の目の前に置かれたこの道を感 o i o u s y する」の信仰をください。「to あなたが私をこの道に、招き入れてくださった時と同じようにあなたは今も私の隣に共に歩んでいることをどうか私のこの信仰を与えてくださいアタイテ 私をこの右から左から前から後ろから下から上から支えて私を押して私を導いてくださっていることをどうか知らせてくださいもしまたあなたがこの道の先で私のことを待っておられるこの 「この希望をしようともう一度私の中で生き返らせてください」「この道を何よりもこの道を歩む中でいつもあなたの声を聞くことができるように」「あなたが私を一番の声をことがよ あなたを一番愛しているよ、そのあなたの声をいつも聞くことができますように。私の言葉によって今日私を力づけてください Lord, words, 私の足をこの道をまっすぐにしてくように。私の声を聞くことができますださい would you set this path 私がただ真っすぐその言葉を語りかける、いえさま、あなたのことを見続けることができますように。Let me keep my eyes only on you and walk towards you, Lord. 今日、すべてのこの使えた人たちに、あなたがその重荷を下ろして下ろさせて、あなたが力を与えてください。for those who are tired and weary, I ask you to take their burdens and give them rest today. イエスキリストの皆によってお祈りいたします。メン,アーメン最後にもう一つだけお聞きしたいと思います。今日、えー、この中で、あるいはオンラインで見ている人の中で、まだイエス様を知らない人がいたら、今日、この見言葉を聞いて、

信仰に立ちあなたのために今日お祈りします。一緒にお祈りしましょう。y e ス様。Jesus。私のために十字架にかかってくれてありがとう。 私の罪のために十字架の上で、えー、死んでくれてありがとう。For for で今日またあなた、3日目によみがえって私に新しい命を与えてくださったことは感謝します。で今日、イエス様、あなたを私の心の中にお迎えします。僕は共にこの新しい道を歩ませてください。 Would you walk down this new path with me? あなたについていきます。I will follow you.Yes, Christo, 皆によってお会いいたします。In the name of Jesus, I pray.Amen.Amen.Nia 様に大きな拍手しましょう。Amen.Let's give God praise today. はい、それでは最後に宣言文を一緒に読みましょう。Finally, let's read this declaration together. はい、それでは日本語からいきます。せーの。 私の心に入って,きてください。私の人生を導いてください。イエスは私のシュです。And in English, dear Jesus, dear Jesus, thank you for loving me. Come into my heart and lead my life. Jesus, Jesus is my Lord.Amen. Let's give God praise once more.